遅れを取るとは。神を殺しただと一体何のことだ。聞きたいことがあるのは私も同じです。あなたとは一度ゆっくりと話し合う必要があるでしょうね。その前にこの出来損ないを排除します。お仕置きの時間ですよ。手加減は無用です。まだだ。そこ、行きなさい。来なさい。わかった。そこ、これだ。そのまま行かせてあげましょう。そこ。追撃をかける。来なさい。わかった。逃がしません。行きなさい。これで。まだだ。来なさい。わかった。As it's caught in the entertainment business where you add all this extra stuff at the end after everything's filmed. そこ、逃がしません。行きなさい。逃がしません。
これで。まだだ。追撃をかける。許しません。来なさい。わかった。逃がしません。ウーザーマです。遊んでいる暇はありませんよ。逃がしません。そこ、これで、はっ、そのまま行かせてあげましょう。周囲の状況を確認してくれ。なんともない。先ほどの魔物に宿った力の痕跡をたどって正解でした。あなたはバイスさんをご存知なんですか？正しい表現ではありませんが、ええ、そうですね。あの魔物もあなたのこと。私もですか？お前は何者だ？それが人に尋ねる時の態度ですか？あ、私はアイナと申します。こちらはバイスさんです。バイスさんは記憶をなくしているんです。それで手がかりがないかと町へ向かっている途中だったんです。記憶がないですって。神殺しであるあなたがあの程度の魔物に苦戦していたのもうなずけますね。私が何者かと言いましたね。そしてなぜあなた、その問いに答えて差し上げましょう。私は今、神の代行者として歪んだ世界の断りを正す者。神の代行者？世界が歪んでいるというのはどういうことですか？もしかして閃光の火が何か関係しているのですか？そう、あなた方はあれを閃光の火と呼んでいるのですね。あなたの言う通りです。あれは神の慟哭です。世界を破滅へと導くね。世界を破滅に導く、どういう意味ですか？言葉の意味そのものです。それ以上でもそれ以下でもありません。なぜ俺を神殺しと呼ぶ？
今言ったはずですよ。言葉の意味そのものですと。あなたにはその責任を取ってもらいます。そのためにあなたを探していたのですからね。俺に何をしろと。失われた神の力を取り戻し、神を蘇らせるための器となることを望みます。器ですか？そう、器です。神はあなたの手により殺されました。ですが神はあなた方とは比べ物にならないほど高次な存在です。肉体が滅びようとも、その力は決して滅びることはありません。今も世界を漂い存在しているのです。それらをより集め一つにすることができれば、神は元のお姿を取り戻すことでしょう。その時こそ歪みは正され、世界は均衡を取り戻し、繁栄を享受することができるのです。俺がその器とやらになることを拒んだとしたらどうなる？その時は世界が滅ぶだけのこと。もっともあなたに拒否する権利はありませんが。なぜあなたが神を手にかけるなどという愚かなことをしたのかは分かりません。ですが神殺しという大罪の代償が器となるだけで済むのだとすれば、とても幸運な取引だと言えるでしょう。神にとってはフェアな取引ではありませんからね。神の慈悲に感謝することです。それに望むと望まざると、それがあなたの運命なのです。あの魔物が死を迎えた時、感じたでしょう、神の力を。魔物に神の力が宿ったという。なかなか鋭いですね。神に選ばれただけのことはあります。私が神に選ばれた？町に向かう途中だと言っていましたね。その町というのは体を休められる場所はありますか？はい、宿屋ならありますけど。私はここまで長旅をしてきました。体を休める必要があるとは思いませんか？そうですね。気づかないで質問ばかりしてすみませんでした。町まではもう少し歩かないといけませんけど、日が沈む前には着けると思います。そうでしたら行きましょう。私には時間はありますが、あなた方には時間がありませんからね。さあ行きますよ。案内してください。あ、はい、こちらです。バイスさん、行きましょう。
a choice to make, which is to either become a vessel of chaos or allow the world to go in ruin and be destroyed. So that doesn't seem like a very good thing to have to choose from. あ、確かめてみるか。ここが町ですか。宿屋というのはどこですか。イバさん、少し聞いてもいいですか。一つだけでしたら答えましょう。神は本当に肉体が生命の証というのであれば、ええ、確かに神は死んだと言えるでしょう。ですが神に人の定義は当てはまりません。神の力をより集めて一つにできれば。でもなんでバイスさんなんですか。他になれる人が。人にはそれぞれ与えられた役目があります。ただあるがままを受け入れねばなりません。呼吸をするのにその仕組みを考えながら